れましたね。確かに。何が好きかな。エロい、もうエロい。ちょっと待って、早い、ごめん。私が寝ちゃった。ヤマンバチャンネル、パッパッパー、ヤマンバ。よろしくお願いします。フレッシュさんですね。なんか今日フレッシュっすね。いやなんか、炭素の中にありました。炭素の中から久しぶりに出てきた。こないだ、バイバイデカミちゃんと会、あったじゃないですか、フレッシュさんで衣装を着て、で、私メイド服着させてもらったじゃないですか。そうですね。そしたらどうしても大原さんが老人介護の人にしか見えませんっていうあのコメントにいいねをしたの誰ですか。早くにいいねをしたの誰ですか。私もいいねついてきて、このスタッフさんの中で私もそう思います。すいませんでございます。さあ、ということでございます、今回はですね、初登場のゲストの方なんですけども、なんとですね、超期待の新人、来てくれました。いいですね。藤野葵ちゃんも新人で来てくれて、167万再生回数ぐらい見てますから。そう、さあ、それでは早速ご紹介させていただきたいと思います。もう早速水着で登場ですからね。さあ、皆さん期待してください。花つむぎちゃんです。どうぞ。ナイスバディ。しかもさ、本当になんかさ、天使みたい。白くて綺麗だし。すごい、最高の褒め言葉ですよ。天使みたいって言われます。ちょっと、ちょっと。うわっ！うわっ！売れましたね。すごい。すごいですね。よろしくお願いします。じゃあ、改めまして、皆さんに自己紹介をお願いいたします。はい。原紬です。兵庫県出身の23歳です。B サイズは上から96、64、94、OK。 いいね、落としましたね、さすが関西人。さすがです。94とか、自称だからでしょ、自称だから忘れちゃうでしょ。すごいツッコミが。最近でもお尻も鍛えてて。おー、そうなんだ。ほら、すごい、ここまですごいですね。大変だね。筋トレしてんだ。お尻だけしてます。これだけ。なんか寝転んで、やってやって。いきなりないですよ。自己紹介した後に寝転んでいいですかってあんま聞かないけど。汗をこう広げる。おお。ねえ。どんなトレーニング？気づきました。本当？こう下の足を上げるの。へえ。あと、足をこう。ねえ。回り込んじゃったよ、一人じゃないよね、このトレーニング。一人でやってんの？一人でやってます。本当？一人ですよ。そのトレーニングはまた別な回でさ、また来てやろう。そうですね、これいいよね。ここちょっとやるのもったいですね。もったいな。また別に改めてやりましょう、これは。もっとなんかいろんなトレーニングじゃん。さあ、ということで、ものすごいスタイルがいいのはもちろんなんですけども、ちょっとなんかプロフィールを見たら、保育士免許を持ってるらしいんですよ。はい、本当？保育士と幼稚園の先生の資格。すごい。それって国家試験なんだっけ？国家試験じゃないです。じゃないんだ。どう実践に行って、あと必要な単位を取ったら、誰でもなれるんですけど。あ、でもすごいことですよね。すごいすごい。大学卒業したってことですもんね。はい。めちゃくちゃすごい。それで保育士にはなったの？もともと保育士はやめとこうと思ったんですけど、で、去年の春に卒業して、子供はめっちゃ好きなんですけど、子供が好きなだけじゃ大変やなってこう実習で思って、あ、男も好きだなと思ってやめなさい、やめなさい。男の方がいいや。男の方がいいやと思って。認めちゃダメよ。誘導されてるからダメよ、ダメよ。今は男性の保育士です。そこ目的じゃないですよ。させる。絶対そっちに持ってこりました。でもね、生徒も言ったら幼稚園の子ですけども、すごい喜ぶでしょうね。本当優しそうだしね。めっちゃおっぱい叩かれます。わかる。私も大阪の番組で、あの幼稚園に巨乳4人で行ったら、永遠とみんなパンチとか、もう下からちゃうおいでーとか言って。大原さんはパンチされたけど、でもまあバラバラ。さあ、ということでございま
して今回はですね、うん、せっかくやっぱ先生をやってたってことなんで、うん、今回はこういう企画をやりたいと思います。題して原つむぎ先生撮影会。なんだろう、今回はやっぱせっかく先生ということなんで、うん、先生のシチュエーションで大原さんまたちょっといろいろつけていただいて、はいはい、ちょっと生徒目線でちょっとエッチな先生をね、撮影会でやりたいと思いますので。わかりました、はい、レクチャーしていただきたいと思いま す, お願いします。よろしくお願いいたします。さあ、つむぎちゃんにエプロンをつけてもらいました。エプロンつけるだけでなおエロいね。じゃあ今回はこうつむぎちゃんが幼稚園の先生になった設定で、あのカメラに向かってこう見てくれてる人を癒してあげてほしいので、はい、じゃあまずはつむぎちゃんがもう先生になった設定で自己紹介をしてください。はい、幼稚園の生徒にする感じで。幼稚園、はい、用意スタート。こんにちは、原つむぎです。好きな食べ物はラーメンです。みんなは何が好きかな。みんなは何が好きかな。もうちょい、ま、何が好きかな。何が好きかな。エロい、もうエロい。ちょっと待って、早い早い、ごめんごめん、早すぎた。前儀なしなのみたいな。あのちょっと生徒さんたちっていうかね、あのびっくりしちゃうから、何が好きかな、ちょっとぐらい、何が好きかな、何が好きかな。つむぎ先生のこと好きになってくれるかな。じゃあ歌よ。じゃあ歌を歌います。私が言ってることで。歌を歌ってね、一緒に歌ってね。せーの、手を打って何でしたっけ。また開いて、待て待て待て、その手を上に。楽しんでもらえたかな。さあ次の授業に行きましょう。さあ続いてはつむぎちゃん の, あの体育の授業になります。、はい、あのオープニングで言っていたあのなんだっけ、お尻らへんのトレーニングをあの生徒さんに教えてあげる感じでやってあげてください。はい、あ、どこ見てんのよね。最後、1、2、あ、どこ見てんのよ。ブンブン。いいですよ。どうでした。あの保育士のやってた頃に戻った気分。そうだ、何を教えてたんですか。じゃあ最後はお昼寝の時間で園児の子たちを寝かしつけてあげてほしいんだけど、はい、途中自分で歌を歌いながら自分が寝ちゃうで、パッと目覚めて一言カメラに向かって何か言ってください。さあお昼寝の時間だよ、お利口さんに寝ようね。はい、ねんねんころりよ、おころりよ、むにゃむにゃ。あ、私が寝ちゃった。みんなもいっぱい寝れた。いいよいいよ。え、あれ今はこういう気持ち、今日来て後悔してます。なんでごめんしちゃったんだろうみたいな。でも多分見てくださってる方たちは本当にね、最近こういろいろね、お仕事も大変ですし、学校もね行けなかったりしてストレス溜まってるから、はいはい、確実に癒されたと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あの、どうでした。いや、こっちも初めてすぎて、はい、大人の幼稚園はこんな感じなのかなと思いました。思いました。またつむぎ先生ぜひ来てください。はい、ありがとうございました。さあ、つむぎ先生に癒されたという方はあのグッドボタンを押してください。でそしてまたこの後もね、あのつむぎちゃんちょこちょこ出てくれますので、チャンネル登録もしてください。じゃあこれに懲れずにまた来てください。よろしくお願いします。